ら幸せになれないんだと。ゆんべお前は泣き泣き打ち明けた。ちょいと心が身を引く定めと知ってはいるけど、たった一言言っておきたいことがある。富士も育ちもお互い縁のないまま、好きな同士の決まりアパート暮らし、椅子やベッドやテレビはないけど、それで結構幸せつかんだつもりだったのさ。ああ俺とお前は、言われた言葉が痛いのさ。ちょいと心が身を引く定めと知ってはいるけど、たった一言言っておきたいことがある。食うや食わずの冴えないままごと遊び、親は泣いても二人は燃えた。布団のぬくもりばかりが頼りないような二人の心をそっと慰めた。ああ俺とお前は、おんに愛なのさ。ああああ他人同士かい、みんなお前